くるから。あ、また行ってらっしゃい。ちょっと待って、すごいこれやり立っちゃってるじゃん。ねえ、今日も暑いからちゃんと水分とってね。あ、今日はさ、早く帰ってこれるんでしょ。それがちょっと厳しいかもしれない。昨日そんなこと言ってなかったじゃん。今日排卵日なのに。からこそ言えなかったというか、それにさっきしたでしょ。さっきしたって、私あんなんじゃ満足できないし、それに妊娠してるかも分かんないでしょ、あんなんじゃ。もうひどい。分かった分かった、なるべく急いで早く帰るから。分かった。そんな分かんないよ。じゃあ行ってくるから。結婚して7年、初めのうちは子供を作らず2人で仲良く暮らそうと言い合っていた私たち夫婦でしたが、そろそろ子供が欲しくなってきました。でも夫はあまり乗り気になってくれないみたいで、最近は普通のセックスですら淡白ですぐに終わってしまいます。今朝もなんとかその気にさせてエッチに持ち込んだのですが、もうあの人全然ダメ。あんなんで満足しないよ全然。もうすぐ行っちゃうし。あ、すいません、今も聞こえてますか。はい、聞こえました。奥さん、さっき下で会ったものですけど。はい。そんな気になされないでください。すいません、あの、忘れてください。お願いします、お願いします。あ、302だから佐々木さんの奥さんですか。いや、あの、私聞いちゃったけど、あの、あれ、これあれすると、あのおじに叱られますし、っていうかおじも困っちゃいますし、なんていうか、あの、私1週間したらいなくなりますし。あの、どういうことですか。あの、私いつもの管理人の甥で吉田って言います。あの、おじがぎっくり腰やっちゃって、でそのついでに、あの、検査入院するんで1週間ばかりで。あ、そう、私普段は、あの、群馬で農業をやってますんで、あの、すぐに、あの、帰りますから。さっき下で会ったものですけど。はい。そんな気になされないでください。すいません、あの、忘れてください。お願いします、お願いします。すいません、今も聞こえてますか。はい、聞こえました。
の奥さん、夢のうちは子供を作らず二人で仲良く暮らそうと言い合っていた私たち夫婦でしたが、そろそろ子供が欲しくなってきました。でも夫はあまり乗り気になってくれないみたいで、最近は普通のセックスですら淡白ですぐに終わってしまいます。今朝もなんとかその気にさせてエッチに持ち込んだのですが、もうあの人全然ダメ、満足しないよ全然。もうすぐ行っちゃうし。7年。